はい、どうもリスキーです。今回は新型ハスラーで車中泊をするときにあると便利なこちらのラゲッジボードの作り方をご紹介していきたいと思います。はい、というわけでね、こちらのラゲッジボードなんですが、まあ、僕の動画の中でも結構ね、いろいろご紹介させてもらってて、作り方教えてくださいみたいなリクエストとかもいただいてたので、ちょっとね、動画にしてみようかななんて思ってます。修正材、まあ、木材を使ってちょっとね、こう渋めのやつを作ろうと思うんですけど、まあ、僕がね、普段使っているものとほぼほぼ同じなんですよ。で、このラゲッジボードを作るにあたって必要な材料とか、設計図みたいなものは下のね、説明欄のところにも載せているので、よければね、そちらをメモ代わりに使ってもらって、ちょっとね、動画を見ていただけたらなと思います。はい、というわけでね、とりあえずね、ちょっと材料買ってきたので、早速ね、ちょっと向こうの方に行って、作るところからやっていこうと思いますが、まずラゲッジボードを作るにあたって必要な材料だったり道具をご紹介していきたいと思います。で、まずね、メインとなるのがこちらです。修正材、こちらをね、今回2枚用意しました。で、こっちが奥行き300で、こっちが奥行き350ということで、広めなテーブルというかラゲッジボードにしたいなっていう場合は、これくらいのね、奥行きがあった方がいいのかなと思って、こっちを用意したのと、で、こっちはね、割と一般的なラゲッジボードのサイズになるのかなと思います。で、今回ね、こういう2種類を用意しました。ホームセンターとかで、まあ、こういうね、修正材っていうのをもう売ってるんですよ。なんでもうそれをね、買うだけでいいんですが、このね、幅っていうのをハスラーのラゲッジスペースの幅に合わせてカットしないといけないんですよ。僕は1153mm の長さでカットしてます。で、このカットとかもなんですが、もうホームセンターでね、こういう修正材を買った時にカットサービスっていうのがあって、それをね、ご利用されるのがもうすごく簡単でいいかなと思います。で、大体ね、ワンカット50円ぐらいでやってくれると思います。まあ、ちょっとね、お店によって値段違うかもしれないんですけど、まあ、そんな感じでね、カットをもう一緒にね、やってもらえば、結構ね、簡単にできるので、まあ、そういうサービスもご利用されるのもいいと思います。まあ、次にね、必要な材料っていうのがこっちですね。これヤスリですね。まあ、カットした修正材の角とかをね、こう平らに丸くしてあげるっていうところで、こういうね、ヤスリと、これね、ペーパーブロックって言って、ヤスリをね、こうはめて、すごくね、ヤスリがけがしやすいアイテムがあるんで、まあ、こういうのをね、使います。こういうね、角材を2本用意します。で、これもね、ホームセンターとかで売っているので、同じようなサイズのものを買って、これもね、同じくカットしてもらうのがいいと思います。で、これをどこに使うかっていうと、そのラゲッジボードをこの角材の上に乗せるようになるんですよ。まあ、なんでそういう土台というか、そういったものをね、この角材で作ります。はい、次がね、こちらのドリルですね。このドリルで、このドリルで、この角材に、穴を開けます。そこにこういうね、 M6 のボルトです。で、長さが60を僕は用意しました。これはね、使う角材によってこの辺の長さも変わってくるのかなと思います。これね、ブラック&デッカーっていうブランドのものなんですけど、これね、一つあれば、インパクトドライバーになったりとか、丸ノコとかジグソー、まあ、要はビスを締めたりとか、木材をカットしたりっていうのがこれ一つでできるので、もしね、こういう工具持ってないっていう方は、こういうね、工具を買われるのもいいし、あとはこれ一個作るだけにこのね、工具買うのもったいないっていう場合は、ホームセンターとかに行けばレンタルできるので、そういうのもね、使われるといいと思います。まあね、ちょっとね、店舗によってね、貸し出ししている工具が違うかもしれないんで、近くのね、ホームセンターで聞いてみられるのもいいのかなと思います。あとはね、スケールというか、まあ、メジャーだったりとか、鉛筆っていうのがあると、よりね、作業もしやすいので、別途ご用意してください。ざっくりなんですけど、材料費だけで言うと、まあ、5000円未満でできるかなと思います。まあ、いろいろね、ちょっと工具とかもあるので、まあ、そういったところはね、ちょっと省いてるんですけど、まあ、そんな感じでできるかなと思います。早速作っていこうと思います。まあ、作ってこうって言っても、めちゃくちゃ簡単なんですよ。とりあえずね、この、修正材からカットしていこうと思います。ハスラーのね、ラゲッジスペースにこれを入れようと思ったら、この角ですね、 R になったところを切り落とさないといけないんですよ。それをね、ちょっと今回やっていこうと思います。修正材の端からだいたい105ですね、 105mm のところにまず印をつけます。こんな感じで、上から 50mm、 5cm のところに印をつけて、80ということで 8cm ですね、 8cm のところにも印をつけます。わかるかな。一応ね、こういう感じで、
カットしようと思うんですよ。ここがね、この幅が105ミリで、ここの高さが80ミリで、ここが50ミリということで、こういう感じでね、この部分をカットするとちょうどね、あのハスラーのラゲージスペースの R の部分にカポってはまるので、ここをね、両サイドこんな感じで、寸法を入れて丸ノコでカットします。はい、まあ、こんな感じでね、ブラデカの、電動工具というか、この 18V のマルチエボってやつかな、はこんな感じでね、インパクトドライバーの頭をこういう風に丸ノコに変えたりとか、インパクトドライバーに変えたりみたいな感じで、これ一つでね、こういういろんな感じで使えるのですごい便利なんですよ。よいしょ、はい、こんな感じでですね、カットできました。ちょっとね、DIY なんでね、そこまでね、ちょっとクオリティというかはあれなんですけど、とりあえずね、丸ノコとか、まあ、こういうジグソーとかを使うと結構ね、簡単にこんな感じでカットできます。次はね、これカットできたらヤスリがけしていこうと思います。で、先ほど、ご紹介したやつを使うんですけど、これでこういう感じで角をね、こうやってヤスリがけしていきます。こういう角の部分ね、うまくカットできてないんで、ヤスリがけでごまかすというか、いい感じにしていきます。手をしとかないとね、角がね、結構痛いんですよね。だからもう全体的にね、こうやって角を取っていきます。まあ、ざっくりなんですけど、よいしょ、こういう感じでね、角取っていきます。で、これでね、一応まあ両サイド終われば、このメインの、修正材っていうのはこれで完成です。でね、次がこの角材ですね。この角材に、M6 のボルトが入るように穴を開けていくんですよ。で、このね、穴を開ける場所っていうのを、ハスラーのラゲッジスペースの側面にある、キャップをね、外すと、ボルト穴があるんですよ。それをね、ちょっとこれから鉛筆で下書きして、穴開けをしていこうと思います。まずね、縦の線を書いて、で、あとね、ちょっとずらして、この横の部分ですね、に線を引いてあげると、こういう感じで交わるこの中心のところに、先ほどのドリルですね、ドリルで穴を開けていきます。そうすると、まあね、こういう感じの、ものになるんですよ。こういう感じでね、線書いて中央穴開けるとこんな感じになって、で、ここにね、こういう感じでボルトを入れて締めます。とりあえずね、ここに穴をあとは開けていきます。こっちのインパクトのヘッドをつけます。よいしょ。で、ここにこの、ドリルですね、こんな感じでカチッとつけて、これで穴を開けます。このね、ドリル使うとこんな感じでもう一瞬で角材に穴を開けることができます。はい、とりあえずね、ラゲッジボード2枚完成しました。っていうかね、めっちゃ熱い、汗すごい。もうね、何が大変ってね、地味にヤスリがけが大変。本当に作り方のまとめっていうわけでもないんだけども、基本的にはね、もうホームセンターで材料を買って、ホームセンターで木材をカットしてもらうっていうことですね。で、あと家に帰ったら工具を使って、ここのね、角ですね、角をこんな感じで、カットする。で、あとは角材にドリルで穴を開けるっていう感じで、割とね、簡単にできます。ただヤスリがけがね、結構大変です。で、あとね、まあ、どうしてもね、工具使うんで、音ですね、音とか、あと木くずとかっていうのがめちゃくちゃすごいんですよ。作業ができるスペースがある方じゃないとちょっとやりにくいのかなとは思うんですけど、まあ、こういうね、ことができるっていう方はね、ぜひちょっとやってみてほしいなと思います。あとね、ちょっとお知らせにはなるんですけど、このラゲッジボードを販売してくださいっていうリクエストをいただいてたんですよ。ちょっとね、準備ができたので、こちらのラゲッジボード2サイズの販売を始めましたということで、下のね、説明欄にリンクを貼っているので、よければチェックしてみてください。基本的には今日ご紹介させてもらった、ラゲッジボードとサイズは全く一緒になってます。自分でね、1個ずつ手作りというか、作ってるんで、本当にね、機械でピッシリこうカットして、角もね、綺麗にしてとかっていうような、クオリティにはならないんですけど、本当 DIY っていう感じにはなるんですけど、もうね、ちょっと作るの面倒とか、こういうのちょっとできないとかっていう人はね、良ければそちらの
の方も利用してみてください。であとせっかくなんでこれねオリジナリティが出るようにレーザー刻印っていうのも無料でねやろうかなと思ってます。ハスラーで車中泊をするときに何だろうオリジナリティというかより愛着の湧くラゲッジボードでこうハスラーライフを楽しんでもらいたいなと思って、まあね、そういうのもちょっとやってるんでよければ、まあ、気になるっていう方は、チェックしてみてください。はい、それではね早速ちょっとこの出来上がったラゲッジボードを取り付けてみようと思います。はい、こんな感じでラゲッジスペースのサイドにこういうね、穴が開いてるんですよ。でこれね本来はキャップがしてあるんでこういう穴は出てないんでマイナスドライバーとかでねキャップをパコって開けてもらうとねこういう M6 になるんですけどサイズがねボルトサイズここ書いてると思うんだけどここに先ほど穴開けした角材をはめて、ボルトをつけていきます。よいしょ、はい、こんな感じでねボルトを締めていきます。両サイドセットします。であとはこの上にラゲッジボードを乗せていきます。まずはねこっちの奥行きが300のものからいきます。こうねちょっと入れるときに斜めにこうねこういう感じで入れてあげるとスポット入ります。いい感じ、こういう感じでねぴったり合いましたと。奥行きってねこの長さのことなんですけどこれが300なんで割とねこの後部座席にもゆとりがあるんでこれぐらいのサイズ感でいいよっていう方はね300ぐらいがいいのかなと思います。車中泊するときに、まあ、テーブル代わりにしてもらったりとか、まあ、タブレット置いて動画見たりとかあとはね荷物ですね、荷物をねこう上下にこうね仕分けできるっていうところもいいかなと思います。で次が、350を入れてみようと思います。これもこんな感じでちょっとね斜めに1回入れてよいしょ、こっちがね350のラゲッジボードです。奥行きがねさっきの300に比べると50の差なんだけど結構ね広く感じるんでテーブルをね結構ゆとり持たせたいっていう方は350がいいのかなと思います。ちょっとね後部座席は結構ねカツカツにはなるんですけど、まあ、こんな感じでかなりね奥行きですね、奥行きがあるんで、まあ、荷物もねちょっと広々乗せれたりするのかなと思います。はい、という感じで今回は新型ハスラーのラゲッジボードの作り方をご紹介しました。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。